はい、みなさんこんにちは。こんにちは。今日はね、何それ、ゴミ、またしてもゴミを手に入れたようです。これね、原宿のオフィス行っても毎回なくて、うん、ずっと欲しかった。マジでゴミじゃん。匂いすんの、チーズケーキ。うん、マジで。ちょっとじゃあ開けてみよう。チーズの匂いがする。パンの匂いがする。開封します。パッカー、でっか、でっか。早いよ。いや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 、どう、匂いかね。うん、もしあんま好きなの。マジで、ちょっと嗅がして。あー、この匂いか、すごいね。あ、来た、もう一人。初先輩が来ました。チーズケーキ。食べります。何、気持ちいいです。言えない。なんだっけ、気持ちいいです。気持ちいいです。なんかね、ほんとゴミだらけ。やばい、めっちゃ気持ちいい。次回これは、あ、これも今紹介する。やばい、これまだ紹介します。それいつのだっけ、前のやつ。いいじゃん。くっそ臭いよね、これと同じ。じゃあこれもついでに紹介します。なんかでも、この間部屋紹介の時映ってたかった。映ってないっけ。部屋紹介したの。映ったけど、やばい、これ。俺がこれを握ってやる。くっ、これと全く同じ匂い。チーズついてるね。てんちゃんに、ふくらりしたいですね。あ、油がついた、油が。うそだ、ふざけてる、それ。音がいいの、空気が抜けてね。プスッつんでしょ。マイクプレイス。聞こえる？じゃあ一緒にやってみよう。せー、マイクプレイス。せーの。同じ音じゃ。くだらない。もうね、本当ゴミだよね。これ絶対ゴミになるんですよ。もう困ったよね。これ結構高かったよ、しかも。まあ、ポイントなんでね、ただですけどね。そうなの？ T ポイントで。期間、ただじゃなかったら絶対期間限定 T ポイントで買ってやりました。無料でした。T ポイントすごいよね、でもね。あの、全然関係ない話ですけど。ソフトバンクで、あソフトバンクだと。いくよ。もっと出すわかんねえな。虐待になっちゃうからやめて。YouTube 上げられなくなっちゃうから。厳しいんですよ最近ね。でもあとね、95万人ぐらい、うん、あ、95万人、95人あと95人なんだよね。なんとかね、チャンネル登録お願いします。お願いします。見た人はぜひお願いします。そしたらやっとまた一回収益から外れちゃったんでね。そんなの言わなくていいでしょ。わかるでしょ、みんな。はいはい、そんな感じで。ことで買いました。買っちゃったね、これ。買ってはないけど。いりません。本当、ね、でも本当のチーズケーキも買ったんで、今日食べましょうね。はい、はい、今日いっぱい届いたね。あ、リクロおじさんのチーズケーキ買ったんでね、食べましょう。食べましょう。はい、あ、そうだ、後でドッキリやってみようか、チーズケーキで。あ、いいよ。顔映せない人、ママ、ママだって分かっちゃうじゃん。意味よ。うん、だから顔映せない人。お姉ちゃんに名前言うなよ。お姉ちゃんにやってみます。顔映せない人にちょっとドッキリやってみたいと思います。このチーズケーキを、そのなんとか冷凍のやつが来てるんで、それにちょっと、うん、その箱の中に入れてやってみましょう。もう一人のお姉ちゃん、冷たくしとこ。そうだね、あの箱に入れてね、入れ替えとこうぜ。いいね、いいね。はい、以上です。バイバーイ。終わりです。